トランシルバニア地方の要塞制度のある村落群はルーマニアの世界遺産の一つ。トランシルバニア地方に残る古い村落群はしばしば要塞化された制度の周りに発達した。こうした要塞制度群は300ほど形成されたが、そのうち世界遺産登録されているのは、かつてドイツ系移民が築いた6つの村落とハンガリー系。 成形人が築いた一つの村落の経営7村である。当初、1993年にビエルタンの要塞制度のみが、ビエルタンとその要塞制度の名で登録されたが、1999年に他の6村落が拡大登録されたのに伴い、現在の名称に変更された。トランシルバニアザクセン人の村落は、13世紀にハンガリーの歴代王が、 ドイツ系の入植者を定住させたことに始まる。彼らは後にトランシルバニアザク人と呼ばれることになる。この地方の諸民族の中では特権的な地位を持っており、その文化様式は農夫、職人、商人らからなる強固な共同体を形成しつつ、名脈を保ち、繁栄した。この地方は、工場的にオスマン帝国やタタール人の信仰の脅威に、 さらされていたため、住民たちは異なる規模で、要塞群を建造した。最重要な町は、全体が、城壁に覆われたが、より規模の、小さな村落はそうもいかず、村の中に、制度を囲むように要塞化された、中心部を作り出した。そこには、彼らの特に価値ある財産を守り、かつ非常時には長く籠城できるようにと。 防衛用の塔や石像家屋も付け加えられた。南トランシルバニア地方の地形は、オルト川、ムレシュ川、トゥルナバマーレ川、トゥルナバミカ川といった、より大きな川に流れ込む、様々な小さな川が作り出した広い渓谷群に、切り分けられた高原である。村落群はこの地形と密接に結びつき、これを最大限に活用すべく努めた。そうして、 村落軍は渓谷に位置し、中心的な通りの周りに発展した。副次的な通りもあり、より平坦な場所に位置したそれらは、大体のところは放射状に展開した。安全上の理由とトランシルバニアザクセン人の伝統から、村落は、コンパクトなものとなっている。村落の主要素は聖堂であり、常に中心に位置した。要塞化の形態は様々である。 聖堂の周囲に小さな防壁が張り巡らされることもあれば、聖堂の周囲に防衛施設が列をなして配置されることもあるし、聖堂を中心とする形で多重防壁を備えた本格的な要塞が取り囲むこともあった。聖堂軍も防衛機能に適応したものであった。それらはいずれもロマネスク様式のバシリカ式聖堂か。 高期ゴシック様式の単一の振動を持つ聖堂である。聖堂には、創建当時の中世後期から16世紀までに、なされた付随的建造物を含むものもある。また、バロック的要素を含むものもあるが、それはこの地方において、バロック様式が非常に人気があったためである。ほとんどの要塞聖堂は、防衛が容易なようにと丘の上に建造されている。 この地域の主要村落に見られる防衛施設の所要素はこの地方によく適応しており、かつてトランシルバニアザク人の共同体が培っていた建築技術水準の高さを冷凍するものとなっている。防衛施設の中には見張りの塔を備えたものもあるが、それらには教会の塔も含まれている。教会の塔は必要に応じて防衛上の機能も有したのである。 建材は伝統的な石、赤レンガなどが用いられ、この地域に典型的な赤色粘土の瓦屋根を冠している。教会のすぐ近くには村落の中心広場がある。舞踏広場とも呼ばれるそうした広場は社交場にもなっていた。防衛施設に隣接する建造物群は公共目的のもの、つまり学校や村役場などに限られた。この広場の周りに、 教区会館や村の富裕層の邸宅が並んでいた。ほとんどの村落では、牢場も想定し、穀物倉庫も中心部近くに配置されていた。以下の要塞制度がユネスコの世界遺産に登録されている。自治体名は、ルーマニアの唯一の公用語である、ルーマニア語と現住民の言語である、ドイツ語とハンガリー語の巫女語で表記してある。 三言語による名称の語源となっている名称を太字で表記した。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。